全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは。中地です。今回もニコニコキャンプ、できました。いやー、このサイト絶景ですよね。15と14かな。サイトがすごい、プレミアムサイトって言われてるようで、ちょっと今15サイトを使ってる方、ちょっとなんかテント、なんか早みたいな感じで使ってて、面白いなと思ったので、ちょっと取材をしていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。すいません、こんにちは。こんにちは。めちゃくちゃなんか可愛らしいサイトを見つけてしまって、キャンプ歴はどれくらいになるんですか？キャンプ歴、あれ2人で行き始めたのは去年から。去年から。ああ、そうなんですね。でそれぞれ家族で小さい頃からキャンプしてた中だったので、はいはい、すんなり始められる。最近全然行ってなかったんですけど、ちょっと行くって聞いて、はいはい、行き始めました。あ、そうなんですね、はい、で一緒に行き始めてってことなんですね。はい、じゃあめちゃくちゃ楽しく、また違う感覚でキャンプをされてる。そうですね。始めたらまたギア欲しくなっちゃって、いろいろ集めちゃう。あ、そうなんですか。今あれですね、今日帰りでちょっと撤収してるところ、はい、ちょっとお邪魔して申し訳ないです。ありがとうございます、本当に。これギアとかはどうやって決めてるんですか、はい、買うのは。毎回キャンプ行って、はいはい、次これあるといいなみたいな感じでなって、ですぐ Amazon 探して、はいはい、落ちみたいな感じですね。もう沼ってますね。沼っちゃいますね。本当に。じゃあお二人で買われてる。基本買うのは私ですね。そうだね、最近はそうだね。そうなんですね。はい、じゃあギアは基本的に。タープは私のだ。あ、そうですね。タープは彼女ので、 あとは基本僕のですね。全部私のですね。そうだね。そうなんですね。めちゃくちゃなんか統一感があって。あ、本当ですか。いい感じの。でもお互いベージュが好きだから ね、なんかベージュっぽくなる、ね、なんとなく合わせてて、はい、そうなんですね。はい、また椅子もベージュ。あ、これはプレゼントで私が。そうなんです。あ、そうなんです。DOD の。DOD の、はい、これはやばいっすですか。すごいっす。すごいっす。あ、そう、すごいっす。すごいっすの方ですね。やばいっすもいいですね。やばいっす。僕もこの間取材をした時に、やばいっすね、座った瞬間にやばいっすって言っちゃって、つい行ってしまいました。うんうんうん、椅子はどれくらい持たれてたんですか。あ、そう、ロゴスのアグラチェアと、あと、はい、ハンモックチェア。もう持ってます、ね、それぐらいですね。アグラチェアとハンモックチェアかな、はいはいはい、持ってんの。じゃあ結構低めというか。あ、そう、ロースタイルが多いですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあそれで合わせてこういったテーブルも、うん、そうですね。これはアキャンパーズコレクション。はい、ホームセンターで。ホームセンターでもう少しでも安くっていうか、もうあんま高いのは買わずにやってる感じですね。はい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 、はい、まあお二人で使われるんだって全然。そうですね、こんぐらいで全然ちょうどいいですね。ほうほうほう。で、この下のやつはたまたま見つけて、はい、そうなんです。今回初なんですよ。キャプテンスタッグの、はいはい、いくら600円くらい安い。で、はい、Amazon で見つけて、はい、ちょうどいいじゃんって思って、何でもこう乗っけちゃうっていうね、はい、そうなんです。鍵を、まあ、手拭きとか乗っけるのにちょうどいいなと思って。確かに全部乗っけてる。別にこれ用でって売ってるわけじゃないですもんね。あ、そうですね。じゃあ本当にぴったり。そう、ぴったり。サイズ見たらこれいけんじゃねみたいな。いけんじゃねってなって、で今日下ろした。下ろした。で大丈夫だったから OK だったけど、うん、ダメだったら ね、却下しようかなって。ああ、なってたってことですね。はい、でもいいですね、そうやってどん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 。まあ、じゃあ次何買おうかなっていうの決まったんですか。次はですね、クーラーボックス買おうかなって。クーラーボックスが、はい、これどこのやつですか。これコールマンなんですけど、だいぶ古くて。これなん、スチールブルクですか。あ、スチールブルク。って書いてありますね。本当だ。でもあんま持たないんですよね。溶けちゃったね。溶けちゃう、溶けちゃうっていうので良くないから、はいはいはい、昨日隣のおじさんたちに何にしようっていうのを相談して。あ、そうなんですか。やっぱ釣り用具の分厚いやつ全然溶けないよ。なんかフロート感があるような。いや、すごいね。すごい、本当にキャンプ一筋みたいな人たちが隣に座ってたんですけど、うん、あ、そうなんですね。はい、はいはいはい。タナチャンネル出てた。あのお二人調理担当と、あ、そう、分かれてるから。そう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 。あの人たちとめっちゃ仲良くなって。あの人たちはクロートですね。はい、それで、まあ、これ何年前ぐらいのやつですか。多分実家のだよね。実家のところ10年ぐらいかな。もう勝手に持ち出し使ってるんで分かんないんですけど。あ、そうなんですね。はい、最近見るコールマンとちょっと違うようなデザインじゃないですか。そうですね。でも中も結構別に、そうですね、でかくて使いやすいんですけど、はい、ちょっと保冷機能がいまいちやなっていう、ね、いまいちで新しいの欲しいなって思ってます。 あとテントとか欲しい。今日ずっとテント新しいの欲しいって言ってて。あ、そうなんですか。2人じゃちっちゃいっつって。あ、これですか。はい、冬用に買ったんですよ。冬用で。あ、冬は薪ストーブ入れて、煙突穴があるのを探して。なるほど。買ったんです。ちょっと後ほど見させていただければ。はい。で、まあ、いろいろ、あと手前のそのボックスは何入れてるんですか。これはあの見せられない、ごちゃごちゃです。調理器具系とか、はいはい、いろいろ入ってます。まあ、
隠し場所です。あ、ちょっとちらっと、隠し場所です。隠し場所で、はい、なるほどなるほど、まあ、詰め込んで、はい、なんか横から開けられるんです。あ、そうなんですか。これ四方八方から全部開けられる。本当だ。開けちゃダメかもしれない。なんか出てきちゃうかもしれない。こういう感じで。そう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 。あ、でもそうやってこういう風に置いていても大丈夫ってことですね、はい、ぐちゃぐちゃでも。今回は上にガスバーナーを置いて、これで調理してたね。あ、で、なんか取りたいしたいものがあるから横から便利に。あ、これいいですね。そう、これいいですよね。これどちらのやつなんですか。これもアマゾンですね。アマゾンで見つけて、これいいやんっていうので買っちゃいました。キャンプボックスって調べたら出てきたかな。いや、めちゃくちゃみんな調べそうなワードですね。いっぱい出てくる。その中からちょっとこうスクロールして、スクロールしてなんかいいのないかなって見たときに、これ上が木でしっかりしてて横から取り出せる完璧じゃんっていうのでこれにしました。いいですね。またこのテントとかも色合いがあって、はい、そうなんです、ベージュ色で。で、これ重ねて使えることもできるんで。あ、そうなんですか。はい、便利です。これ天板もセット。天板セットです。結構いいかもしれないですね。このボックス自体は畳めない。畳めるんですか。畳めた気がする。あ、これパカッと外れたっけ。うん、外れる気がするような。もうずっとこのまま保存してる。あ、まあ、とりあえずそのまま。そうか、畳めたような気がするけど、わー、ごめんなさい、忘れちゃった。わかりました。ちょっと調べておきます、はい、お願いします。はい、すいません。で、もうこうランタン、ロゴスのランタンで、これかけてるやつは、フックはどこのやつですか。これも、アマゾンの無名かよくわかんなくて、形が良いなと思って、はいはいはい、あ、ランタンフック の台がついてるのが欲しくて。あ、これですか。そうそう、それやっぱ意外と便利で、はい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 、で、そういうの買いましたね。なるほど、はい、どういう使い方してます今みたいに。こういった帽子とか普通にそこに引っ掛けられたりとか、 はい、あとはもうシェラカップとかもいろいろ掛けられるんで、うんうん、便利ですね。結構いいですね、はい、じゃあこれあれですか、キャンプランタンフックですか。そうですね。分かってらっしゃいますね。その通りです。ちょっとなんかピシンとしちゃいますね。で、ちょっと気になったのこの蚊帳みたいな形、はい、これはどちらのやつ。これブラックディアって書いてあるんですけど、でも分かんない。これもアマゾン、キャンプ、カープカヤとか、キャンプカヤかな、キャンプカヤ。4月ぐらいに渓流サイト、はい、あ、はいはい、泊まったんですよ、はいはい、その時に虫がすごくて、はいはい、でも夏キャンプ行きたいな、どうしようってなって調べて、はい、キャンプカヤって調べたら、いろいろ調べたらこれが出てきて、はい、虫が怖くなかった。しかもこれだったら全然、ね、心配なくできますもんね、はい。おいくらぐらいですか。これ8000円ぐらいだった。あ、そんななんか思ったよりしないですね。スンって買ったね。スンって買った、ね、これ組み立てはどんな感じなんですか。これは、これ組み立てはタープみたいな感じ。タープにつける。タープにつけるんですね。ただこれヘキサータイプじゃなくて、本来だと、はいはい、多分普通の四角形のタイプに合わせるような感じですよ。ちょっとたるんじゃってる、はい、あの辺とか普通クリップにつけちゃってるんですけど、はいはいはい、でも多分本来だったら四角のやつにつければぴったりのはずです。なるほど。じゃあタープ下につけれるようなやつなんですね。はい、なるほど。ちょっとまたテントの方も聞きたいなと思うんですけど、はい、いいですか。でちょっともう一回だけどんな感じなのかこう見たいんですけど、はい、あ、ここが、うん、無理やりねつけた。そうです。フックをこうやってつけて無理やり、あの、そう、調整なんかうまくできるかな。あ、これは別なんですか。じゃあ別です。あ、別で、あ、じゃあこの2本は別で、はい、これもじゃあアマゾンで。あ、そうですね、アマゾン。いっぱい吊り下げられるなんかそんな感じの話をキーワードをつけて、はい、で、もともとはじゃあそうか、これをここにつけれるんだと。あ、うん、そういうことですね、はい、なるほど、よかったですね、これあって。そうなんです、うん、助かりました。よかったですね。じゃあこれをつけてこっちも行くっていう感じですね、はい、なるほど。ほうほう。あ、で、これの洗濯。あ、そうです、はい、これ何用なんですか、これは。もともと実家にあったやつで、たまたま持ってくるつもりなかったけど、はいはいはい、あのペグのケースの中に入ってて、はいはい、なんか直接このフックやったら破れちゃうなと思って、あ、カチカチカチってあのすぐ外れるんですけど。あ、本当だ。あ、こういう風になってるんですね、はい、なるほどなるほど。何が役に立つか分かんないのがキャンプね、本当に。あ、これいいじゃん、使う予定なかったけど、その楽しみもあります、はい、なるほど、ありがとうございます。で、まあ、こういう風になってて、で、まあ、テント、はい、テモントのやつですね、はい。あ、でさっき言ったこれが、あ、そうです、煙突なので、冬はビリビリって、はい、どうぞどうぞ。あ、ここで、はい、おー、で、冬用でってことですね、はい、2人じゃ小さい。そうなんですよ、新しいの欲しいなって言うんですけど、はいはいはい、
じゃあ許可が下りなくて。なるほど。あれがあるんですね、倫理書的な。そんなことはないけど、ね、あ、そうなんですね。他は使ってたやつは何かあったんですか。これだけだね、ずっと一番最初は私が持ってたコールマンの、はいはい、すっごい古いやつを使ってて、うん、どういうやつですか。ドームテント。いや、ドームじゃない、もう本当にあのバッテリークロスで上げるやつの。あ、はいはいはい、もうすぐ組み立てられるやつ、うん、2×2 ぐらいで、そうね、うん、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつを、はい、使っていて、でも冬、はい、寒いなって思って、はいはい、薪ストーブを入れられるやつをっていうことで、うん、はい、軽かったって感じですね。ちょっと中見てもいいですか。あ、どうぞどうぞ。もう空っぽ、空っぽですけど。じゃあ中は結構、まあでも横になる分にはいいかなって感じなんですかね。どういったところがちょっと狭く感じました。これもともとワンポールなんですよ。あ、本当だ、変えてるんですね。ワンポールで、はいはいはい、で、エアベッドを敷きたいなっていうので、はいはい、ただ真ん中にポールあると邪魔だなって思っていろいろ調べたら、はいはいはい、もう二股化っていうのを見つけて、はいはいはい、あれで今回二股にして真ん中を広くしたっていうような感じです、うん、なるほど。だから今回は結構快適に過ごした、うん、あ、ね、広く感じたね。じゃあこの二股も強卸しですか。はい、あ、強卸しです。じゃあ、まあ、とりあえず過ごせたかなっていう、うん、そうですね、はい。なんかいろいろ物がいろいろどんどん増えてきそうですね。そうなんですよね、快適さを求めるとね、うん、増えちゃいますね。なんか結局最終的にいいものっていうのを買う前にどん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 積み重なったお金が。そうですね、もともといいもの買うっていうよりもなんかこう使ってみてこうこうこうなったらいいなっていうのでどん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 増えていく感じですね、まあ、やっぱ買わないと分かんないところありますね。そうですね、本当に止まってみないとっていうところです ね、 ですね。ちょっと僕悪いこと言っちゃいました。悪いこと言って思ってますね。ちょっとこっちはニヤッとしたけどこっちがちょっと視線があってあっとってあんまり見えなかったんですけど。素晴らしい、まさにその通りです。すぐ仲間を押さえてつけてね、もうね、やっぱそうなんだよ。ね、よく考えて。まあちょっとそこはお二人で、はい、はい、これ鍵なんでついてるんですか。これは昨日ね、そう、昨日離れてたから、はい、出かけるときに予約してて、はい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 、2日目は昨日ちょっと、うん、大洗いの方に行ってきたんですけど、その時にやっぱ閉めとかないと商品高い。なるほど、防犯ってことですね。そうですね、まあ一応あった方がいい、はい、かけてる、まあ一応あった方が全然いいですもんね、ないよりはっていうところで。全然100均で売ってるので、100均のもので、うんうん、ちなみにこれおいくらぐらいだったんですか。これはすんごい安かった、ね、セールしてたね。あ、セールで4万2000円とかとか、4万以内だった気がする、うん、5万は絶対してない、うん、うまくお買い物して、はい、なるほど、ありがとうございます、じゃあちょっと外行って、タープはちなみに DOD の、DOD のヘキサタイプ、ヘキサの何メーター、 3×4 とかですか。これはそれぐらいだと思います。それぐらいのやつですかね。友達が DOD のワンポールテント買って、私がこれを買ったって感じで、はい、そういうことなんですね。はい、仲いいこと。じゃあ友達と一緒に初めはそうやって言っても、最近はいつもここで行っちゃってるんですけど、うん、あ、そうなんですね。じゃあちょっと友達が寂しい思いをしてると。そうか、でも他のこともどんどんいろんなこと言ったので。なるほど、そういうことなんですね。いや本当にいきなりだったんですけど、ちょっといろいろ Amazon ではキャンプホニャララで大体見つかる、見つかる、大体見つかる。Amazon おすすめです。はいですね、まあ、洗濯バサミ何かしら使えると。あ、そうですね。いや本当に楽しい感じで、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ありがとうございました。こちらこそ。タナちゃんでタナさんが本を出しまして、あの買ってよかったキャンプ道具と、鉄フライパンで作るごちそうレシピっていうのと、ようこそソロキャンプっていうのを出してるんで、もしよろしければ。使っていただければ、いいんですか、読んでいただければ、はい、ありがとうございます。楽しみだね。嬉しい。でもう一つあって、はい、あの東京クラフトっていうブランド買ってまして、はい、まな板なんですけど使っていただければなと思いまして、ありがとうございます。でこれカバーもついてるんで、え、おしゃれ。ね、色が。おしゃれ。こちらで一応。この足もついてる、直まな板っていうんで、地面でも使っていただけるんですけど、はい、一応足もここについてるんで、そのまま、はい、このままでも全然使っていただいて大丈夫ですし、まあこの足もあるので、ここに爪が4つあるんですよ、はい、で、まあ、このまま置いていただいて、で、まあ、閉じたままここに合わせていただくんですよ。で、あとは開くだけです。これだけです。すごい。これだけできるんで。すごい。高さ欲しいときはこうやって使っていただいて、別にここにテーブルとしても使っていただいても全然大丈夫ですし。確かに。いいね。まあなんか物を持ったときに、こことこうやるとパカッとこうなっちゃうんで、
あの こうやって持っていただいた方がいいと思います。これもこうやって頑張ってもこうやってればそうなんですよ。これもう癖になりますから片付ける時も楽。そうです。もうでもう本当にこうスッと一発で絶対成功させるぞっていうことこうやってやっていただければ、ぜひ使っていただければ。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。こちらこそたくさんいただいちゃって、